ちは、トミーです。今日はそこ見えコスメをご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。ではどうぞ。ちちまるさんも元気にしております。ちちファンの皆さん、そこ見えコスメ、結構前から使っているものだったり最近使っているものでも絶対そこ見えるほど使うなってものをご紹介したいなと思います。では一つ目がじゃん、こちらです。そこが見えております。これはですね、アディクションザアイシャドウ062番。これ私もう一番私がコスメを持ってる中で長いコスメ、長いというかずっと前から使ってるコスメで、私がね、専門学生の時から使ってるかもしれないし、学生の時と社会人の時これしか使ってなかったってぐらいこれが好きすぎて、今でも全然使うんですけど、ブラウンのアイシャドウ、これがめっちゃ好きなんですよ。これまだ売ってるかな、私がもう本当に前の時に買ったから。これは私はもう二重幅によく塗ってブラウンコスメばっかりしてました。だからすごい思い入れのあるコスメで、そんな久しぶりに引っ張り出してきたらちょっと懐かしくてね、そうちょっと明日からこのアイテムでメイクしようかな。ブラウンコスメって私いつからかすごい回数が減ってしまって、そうピンクとかオレンジとかベージュ系を使うことが増えたので濃いアイシャドウを使わないんですけど、これは大好き。前の方が私濃かった気がする、メイクが。ちょっと実際ちょっとだけ目に塗ってみようか。今日はもうねフルメイクをしちゃったんですけど、大幅にやっぱり、でもやっぱブラウンメイクって漏れますよね、目がはっきりして。サラモ時代とかこればっか使ってた。こんな感じかな。ちょっとですが見えますかね。ちょっとこれ明日から絶対使おうです。1つ目。では2つ目、2つ目もじゃあパレットにしましょうか。じゃーん、こちら、こちらの NARS のクワットアイシャドウです。00122。これは全然そこ見えてないじゃんって感じなんですけど、結構使ってるんですよ。そうでもね、やっぱアイシャドウとかパレットとか特にそういろんなものを使うのでそこは見えてないんですけど、旅行とか絶対に何て言うんだろう、外したくない時のメイクとかでよくこれを使ってます。これはもうね捨て色がねないんですよね。まあ、ここのブラウンはちょっとあんまり使ってないっちゃ使ってないんですけど、この色味のバランスが本当に絶妙で、時間ない時にメイクしてもなんかメイクがうまく見えるから、このパレットはすごい重宝してます。こんな感じの色味です。すごい可愛くないですか。これねパールが入っててすごい綺麗なんですよ。自然とグラデーションも作ってくれるし、色味が上品でめっちゃ可愛い。パレットはこちら。やっぱパレット本当に私お気に入りのパレットいっぱいあるけどね、一つに決めきれないですよね。その時の気分によっていろいろ使い分けるからパレット難しかったと。じゃあ次はじゃあファンデーション、じゃん、こちらローラメルシエのファンデーション、これは 1W1 アイボリーです。これは割と昔から使ってるわけじゃないんですけど、そう Q10 でね買ったんですけど、もうめっちゃやっぱ良すぎてもうずっとそれからは使ってて、もうとうとうこれも結構あんまり出なくなってきて、そうで新しいローラメルシエのパッケージがね新しいんですけど、このピンクのパッケージが新しくなってるんですけど、ここがねもう鏡なんですよ。だからお直しとかでも使えるし、めっちゃ可愛いですよねこのパッケージ。でこれは中がトーンアップの方のファンデーションなので、中がねこんな感じでドーナツみたいになってるんです。これはヘアーローズかな。この真ん中が結構明るくて、ですごいこんな感じで、実際真ん中が白くて後ろがブラウンなんですけど、これを実際最初にこうやってやるとこんな感じムラがあるんですけど、これを叩
とね自然と馴染んでくれてね、すごい綺麗な肌になるんです。やっぱみんなねローラメルシエのファンデーションいいっていう意味が分かったし、ツヤもすごい出るから最近ローラばっかりです。これは絶対になくなっても買うかなって感じのファンデーションです。ではファンデーションがご紹介したので次はお粉にしますね。こちらお粉はこちらにしました。ルナソルのパウダーでスムースクリアパウダー01番今日もね実際にパウダーをしてるんですけど本当にトゥルンってしてくれる感じでも割と大量につけちゃうと白くなっちゃうので、そうパフでつけるとねちょっとつけすぎちゃう感があるので私はパウダーでブラシでつけてます。つけ方さえ気をつければこれめっちゃ私は大好き。本当に透明感をアップしてくれる感じがあるのでそんなに今日はこことかはコンシーラーでやってるのでそれ以外をちょっと抑えております。目元とかにねやってる。これめっちゃいい。キメが細かいんですよね。すごい。はい、では早速次ですね。次はアイブロウはこちらです。ベルボークのインディケートアイブロウパウダー EX02 番。そう EX だからちょっと紹介するか迷ったんですけど、これはもう本当に私のメイク動画を欠かさず見てくださってる方はまたそれって思ってるかもしれないけど、これ私めちゃくちゃ使ってます。うん、全然そこ見えないんです。不思議。もう何年も使ってる気がする。もう髪の毛も割と暖色にしてから、まあ、する前から結構使ってたんですけど、うん、髪色との相性もいいし、やっぱりねピンクメイクが多いからかな、すごいこれが合うんですよね。最近はちょっともう使いすぎてると思ってちょっとしまっといたんですけど、やっぱり可愛いですね。これはめちゃくちゃ使える。私は大好きですね。セルボークのねアイブロウはね色味がすごい可愛いんですよね。そうあんまりしっかりとした濃いめの色は私似合わなくて、特に本眉になったので眉毛がすごい目立っちゃうから、こういう色味がすごい可愛い、好きです。でアイブロウといったらこちらデジャブのペンシル、アイブロウペンシルです。これはもう何年もこれも使ってるんですけど、何本目かって分かんないぐらい使っていて、今のね色がどこだ、ウォームブラウンを使っております。引きやすいんですよね、こんな感じの色。このセットで私はいつもポーチに入れております。なんかすごい使いやすいし、そうなんかね他のやっぱペンシル色なの使うけど、なんだかんだこれに返ってきちゃう。これでお菓子も出せるので、これは絶対に入ってるかな、ポーチに。はい、では今度はマスカラです。マスカラはこちらです。トーンのロングラッシュマスカラミニ、これも EX06 番。これは5本セットとかでちっちゃいやつがね入ってるやつがあって、このブルーのマスカラが発色がすごく良くて、こんな感じなんですよ。これはね本当に外でつけてて絶対言われるとこのってぐらい、発色いいし、今日はつけてないけどカラーマスカラつけたいなって時はこれをよく使っております。このクリアのブルーはね本当に綺麗。もうこれも割と少なくなってきちゃって、しかも EX だから売ってない、一応調べたけどちょっとあんのかな、売ってる5周年のアニバーサリーキットだったんだ。そうこれのね、まあ、他の色もすごい可愛いんですけど、このブルーとパープルがめちゃくちゃ可愛い。すごいいろんな人に聞かれます。これまだ売ってる、ネットでは買えるかな。しかもこのちっちゃいサイズが嬉しいですよね。これ大好きマスカラ。はい、では次がじゃんこちらのもう欠けてるのがアニベンの、ね、もう使いすぎて消えかかってるんですけど、こちらフェイディッドピンクです。アニベンのこのマルチスティックずっといろんなところで好きってめっちゃ言ってるんですけど、中でもこの色が一番私は好きです。アイシャドウにもなるしチークにもなるし
リップにも使ってる、マルチに使えるんですけど、伸ばすとね、こんな感じの色で、これをベースにするとめっちゃ可愛いんですよ。この質感がね、こんな感じの色味をアイホールに薄く伸ばして使ったり、リップもめっちゃ可愛い。チークも、チークはあんま使ったことないけど、もうあともうちょっとでなくなっちゃうからパイ足さないと。この絶対これはでも持ち運びすぎて欠けちゃった。削るタイプなので長く使えるのも嬉しいですよね。化粧直しとかもすごい便利です。で最後リップですね。リップは2つあって、1つがこっち、こちらはクラランスの、書いてない、使いすぎて下のカラーがもうなくなっちゃってる。リップコンフォートオイルの03番のチェリーでした。これすごいね、グロス私好きなんですけど、特にこれが本当にプルンプルンな唇になれるんですよ。しかも香りがめっちゃ好きなの。こんな感じ、可愛くないですか。この色、赤のリップがあんまり得意じゃないんですけど、これは透明感がある赤色のリップ、まあグロスなのでパキッとしたきつい色にはならないので、すごい可愛くて、これもうアットコスメで受賞とか何回かしてる気がする。もうほぼないのでね、買いに行かないと。なんか一色はね、売り切れ、ずっと売り切れてるんですよ。そっちの色も買いたいけど、01番かな、ハニーか、この色がねずーっと売り切れてて、こっちも気になります。でも03番は絶対にもう一回買おう。でも新しくね、コンフォートオイル2月5日発売されるんだ、知らなかった。かわいい、パッケージがめっちゃかわいいです。ビスケットが書いてある、ヘーゼルナッツ、ちょっとチェックしてみます。はい、では最後がじゃーん、最後もグロスで、セルボークのエンスロールグロス03番です。これはもう私大好きすぎて2本目なんですけど、結構ねっとり系の色で、あ、色じゃない、質感、テクスチャーで、ブラウン、オレンジブラウンみたいな色で、今ねちょっと塗っちゃったけど、ベースがイエローの今日リップ塗ってたんですけど、そういうのとかにすごい合う。でもこの単色だけで可愛いんだよね。これもこっちとまたちょっと違うのが、こんな感じ、発色がすごいんですよ。なので全部に塗るっていうよりは、ちょっと真ん中に置いてポンポン叩く感じがめっちゃ可愛い。わかりますか？秋でも冬でも夏でも春でも使ってます、これ。めっちゃ可愛い。いろんなメイクに合うんですよね。これはずっと多分使い、買い続けると思う、終わっても。はい、いかがだったでしょうか。そこ見えコスメのご紹介でした。コスメはね、いっぱい買っていろんなものを試したので、今度は合わなかったコスメとかもね、ご紹介できたらなと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。チチション。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。